この細い棒状の凶器というのがなんと自撮り棒だったのです。絶対壊れちゃうと思う。今回検証するのは自撮り棒撲殺トリックです。アニメタイトルブログ女優の密室事件、単行本87巻に収録されているお話です。あるホテルで女性が殺害されました。この女性というのは細い棒状の凶器で何度も頭を殴られたことによって殺害されたらしいのですが、この細い棒状の凶器というのがなんと自撮り棒だったのです。今回は自撮り棒に人を撲殺できるほどの強度があるのか検証してみたいと思います。今回どうですか、松尾さん。いや、自撮り棒に撲殺できるほどの強度あるかね。それね、うん、だって頭ってめっちゃ硬いからね。そうそうそう、もう何度も殴った方が難しいと思うんですよ。もう絶対壊れちゃうと思うんだ。いや、そんな気する。そう、なんで今回自撮り棒で撲殺できるほどの強度があるのか検証していくんですけども、もちろん頭を殴るのは当然無理ですので、今回は頭と同じくらいの硬さの果物を探してやっていきたいと思います。ただ絶対に真似はしないようお願いいたします。そんじゃやっていきましょう。はい、そしたらね、犯人が頭を殴った場所はここら辺だったので、原作見るとここら辺の硬さを測っていこうと思います。で、どうやって測るかと言いますと、こちら、はい、こちらの高度計を使ってやっていきたいと思います。で、この硬さ分かって、それと同じくらいの硬さの果物を探していくという形でやっていきます。はい、ちょっと和田さん、頭の硬さを測っていきましょう。はい、この辺ですか。はい、もっといけると思います。はい、それでは同じ硬さの果物を探していきます。はい、さあ今回ね、うん、果物いろいろ買ってきましたよ。おエントリーナンバー1番、はい、ビンゴー、いきましょう。じゃあお願いします。いいですか。どうぞ。可能性ありです、リンゴ。おめでとう。おめでとう。いや、いいよね。エントリーナンバー2番、グレープフルーツ、お願いします。1個ぐらいこういうのあった方がいいかなと思いました。エントリーナンバー3番、ドラゴンフルーツ、お願いします。エントリーナンバー4番、カキ、お願いします。エントリーナンバー5番、パイナポー、お願いします。エントリーナンバー6番、メロン、お願いします。68、これは硬い、これはやばいわ。すごいね、メロンってやっぱり。今回リンゴで検証していきたいと思います。はい、そっちの方が自撮り棒やっていこうと思ってるんですけど、ちょっとやってみて、これ伸ばしてみて。意外とさ、俺ちょっと思ったよりさ、全然丈夫じゃない。まあ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 、ちょっとなんか俺危ない気してきたんで、ね、ちょっとこれ今叩くのは外でやろうと思います。ああ、そうですね。はい、ちょっとせっかくの自撮りやりましょうよ。やりますか。うん、俺やったことないですよ、これ。イエイ、すごい。何これ、意味、え、すげえ。そんじゃ外に行ってやっていきたいと思います。スタマダさん、はい、今からやるんですけど、うん、これ今から叩いて、割れたらもちろん成功ですし、はい、ただ割れなくても、へこんだら成功です。何回かやっていい、はい、であとそう、何回も殴って大丈夫、はい、そういうルールであります。ただ、失敗の条件としては自撮り棒が曲がってしまったりとか、壊れてしまったりとかすると、要するに、あれ元々血をね、隠してそれで短くできてるはずなんで、はい、それができなくなったら失敗です、はい、ではやっていきましょう。このトリック、俺が再現してみせる。はい、お願いします。やばすぎ、やばすぎ。ちなみにもう、あれ、あれ、なんかやばいじゃん。え、戻します？戻ったら成功ですよ。
さあ、申せるんでしょうか。あ、戻ってるじゃん。いけてる、いけてる。じゃあ、まだ投げれる。まだ投げれる。もうこれね、表がっつり削れてるんで、表面がとか皮がとかじゃないんですよね。もうがっつりかじったみたいになってますから、完全にこれはいったということで、はい、今回は成功。やったーやったって。いや、怖かったね。ちょっとね、やばかった。威力つけすぎたかなと。威力やばかったね。怖え。ちょっと威力すごかったんで、はい、もっと硬いメロンしてやってます。うわ、せっかくなんで。いけるかな。ただ皆さんね、絶対間違えてください。めっちゃ怖いんで気をつけてください。失礼します。カスタードさん、はい、メロンももちろん割れたら成功ですし、へこみさえすれば成功になります。はい、で最後戻せれば成功です。そうですね。いや、さっき成功してるんでね。はい、しかもすごい威力でしたから、もうできちゃうんじゃないかっていう怖さあるんですけど、まあ、とはいえできなくてもね、はい、メロンが硬いだけなんで。そうですね。それお願いします。はい、このトリック俺が再現してみせる。じゃあお願いします。まあそうでしょ。メロン強し。まあメロン頭より硬いんだから、そりゃそうでしょ。あの自撮りは戻せるね。これ外れますけど、ぶっ壊れて戻せはします。でも何度も殴れるんで。いや、いいでしょ。もう一回、いいでしょ。まあ何度も殴ってんだよね、犯人。メロン強し。まあメロンはもちろんできないですけど、まあ今回ね、リンゴは一撃したんで。あので成功。いや、怖いね。てか一撃だね。何度も投げてなかったね、リンゴ見たら。怖え、こんな危ねえんだ。怖え。スタマトさん、ちょっと気になったのが、はい、まあその血がついててね、うん、その状態で戻して一応その血が見えてなかったわけじゃないですか。はいはい、だからそれが本当にできんのかってことで、ちょっと血のりでやってみようと思います。はい、じゃちょっとつけてもらっていいですか。これを、うん、うわ、すごっ。あ、意外と伸ばせばいけるか。うわ、血だね、ほんと血だね。血のり、うわー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 、こういうことね。はいはい、やっちまってんな。やばいやばい、隠さなきゃ隠さなきゃ。やばいよ。もういいんすか。うん、これ隠さなきゃやばい。うわ、やばいやばいやばい。うー、あ、確かにおしゃれ。いや、おしゃれではない。まあちょっと怪しいね、明らかに。明らかに怪しい。これは明らかに違うってわかるよね。まあそこは拭いたかもしれない、そこくらいはね、犯人。そうね、そこくらい拭いたかもしれないですね。おお、まあまあちょっと残るけど、確かにこんだけ拭いてたら綺麗ですね、十分。うん、ね、ちょっとじゃあ伸ばしてみましょうか、そしたらゆっくり。うわわわわ、なおで、うわー、すごい ね、 そ う、 ですね。うわ、これを見て高木刑事がうわっとなるわけですね。なるほど、ありがとうございました。今回再現してみて分かったこと、自撮り棒は怖い。